これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。良い月だな。強調ですね。何？何が強調だって？雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない聖夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。風もない。このような時は霧が出やすくなります。雨の後であればなおさら。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。そうなれば兵を動かすのにも支障が出るか。はい、上杉との大戦なお一層の用心が必要です。初陣を前に緊張しているかと思えば可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた真田昌幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが。いずれ然るべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。母、この月上杉にとっての今日にしてみせましょう。申し上げます。第一章乱世。永禄四年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は、川中島で四度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田昌幸は初陣を迎える。日の本一の強者真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。
見回りを続けます。正幸様、良きかな。見回りを続く。良い武器は良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。これは正幸様。
出陣するか。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関まで二打を護衛する。わしもお供します。くせ者が出ても蹴散らしてやりましょうぞ。愚策である。いいな。愚策で。なんだと。
いいな。素晴らしい。策である。ここまではたやすい。そうか。マサユキ、物資の輸送ご苦労だったな。きちんと届くか心配だったが。心配をかけたようですまなかったな、マサツグ。ここから先はよろし。任された。大丈夫だとは思うが、帰りも気をつけろよ。いかがした？ああ、
りました。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。おお。しょ。ふん。そうか。出陣いたそう。すでに勝ちは見えておる。
夜明けまでに妻女さんを攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。バカ、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。兵だな。砦に我らのことを知らされては困る。敵襲！武田の奇襲だ！若、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。妻女さんに陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃、そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公を率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられたこたびの策だ。手つきが火を絶たなるほど、それでキツツキ戦法。偵察兵がいる。この奥が最後の砦であろうが、いささか戻すな。ここまでは耐えやすい。みな落ち着くのだ。さすが勘助様の策。キツツキ戦法はうまくいきそうですな。次で若、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危ぶ。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。若、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。ここまではたやすい。闇に乗じて忍者など特殊な兵が襲ってきます。お気をつけください。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。それでお味方の進軍も速やかに行えますな。見えてきてる。ここまではたやすい。それが勝負の分かれ目だ。
ここまではたやすい。だからお前は敗れる。おかげだね。図働きなど自慢にならぬ。ここまでがたやすい。打ち取ったり。そこか奇跡。夜のうちに山を降りていたと。五月戦法読まれていたか。武田本陣を上杉謙信が急襲。親方様が応戦しております。完全に裏をかかれたな。だが親方様はやらせん。親方様のもとへは行かせるぞ謙信。ここで援軍とはありがたいの。さすが父上、親方様の護衛をお任せしてよかった。さすが謙信公の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。お前が死んだりだならば謙信は近い。あれを撃破すると周囲の士気を一気に下げることができます。見えていけ。開門。謙信の至福の時、邪魔はさせません。上杉軍の猛攻に苦戦。山形正景様防戦一方。親方様の救援に向かうことできず。ここまではたやすい。正幸、見事。思慮の深いものの富士だね。謙信はこれを宿敵との格別に邪魔をするものではありません。あいにく戦を楽しむ風流はない。武水は承知。押しと。
お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて正念場じゃな。出陣するか。